ユッキーが教える勝ち玉運気予報。二十四節気でいうと某種夏至を迎えます。いよいよ6月、2023年前半戦の最後の月になりますね。このように自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と言います。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変化します。しかし自然界の季節と違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこであなたの勝玉を知るだけで、あなたの人生の季節を知ることができるんです。またあなたの季節が今何なのか分かれば、今何をすべきなのか具体的な行動を示すことができます。ここまで聞くと、あなたが今どの季節なのか知りたくなりますよね。そこで1ヶ月の運気予報をお伝えしていきます。ご自身の勝玉をまだ知らない方は、概要欄に LINE 公式の URL を貼っておりますので、そこからあなたのお名前、生年月日、性別をメッセージで送ってください。私の方で鑑定して、あなたの守護神と勝玉をお伝えしています。運気予報はご自身の勝玉の下一桁を見てください。勝玉が8、18、28、38、48、58の方は宿玉8玉となります。それでは宿玉8玉の方の今月の運気指数から見ていきましょう。今月の運気指数は6。今月は計画や目標をしっかり立てると良い時期になります。それでは宿玉8玉の方の今月の運気の前に、今年の運気からお伝えします。8玉の方の2023年は優雅の季節、そして今月6月は研究の季節になります。それでは研究の季節を詳しく見ていきましょう。物事に対して白黒はっきりさせなければならない時期になります。判断を見誤ったり、決断を先送りすることで火種を残す結果が生じることも。ただし慎重に仕事に取り組んできた人は、これまでの苦労が報われる時期でもあります。研究の季節では物事の本質を掘り下げて、考え方をじっくりと見極めることが重要になります。このように研究の季節は物事の本質をじっくり見極める時期になります。ご自身との対話も増えそうですね。それでは運気予報に行きます。占いでは旧暦を活用しているので、6月の運気は6月6日から7月6日まで。中でも月の運気と日の運気が重なるダブルデーは6月の9、19、29。このように月と日の運気が重なる3日間は特に物事をじっくり見極めることが大切。そして何かを決めた後にはしっかりと目標や計画を練っていきましょう。それでは研究の季節の良い傾向、悪い傾向をお伝えします。良い傾向に行くと、目標や計画をしっかり立てることができるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、目標や計画が立てられず不安になるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、専門分野の知識を学ぶと良いでしょう。しかし悪い傾向に行くと、表現力が乏しくなり気苦労が多くなるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、年長者からの教えや助けをプラスに転換すると良いでしょう。しかし悪い傾向に行くと、年長者の干渉が強くなり、その人たちに依存してしまうので注意しましょう。このように運気予報をチェックすることで、今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。あなたの人生の季節を知ることで、あなたが望むべき未来をどのようにして手に入れるのか、具体的な行動を示すことができます。勝玉運気予報は毎月アップしていきますので、人生の参考にしてくださいね。そしてこの勝玉運気予報は人生の季節で分かることのほんの一部。仕事運、恋愛運、金運、健康運、全体運など、もっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。詳しくは LINE 公式のメッセージでお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。